どうも大豆です今回はレイアウト編ですね早速やっていきましょうまず設置なんですがコンクリートブロックの上に置いています水の流れを確認したら次は石組みですね石をかませるために溶岩石を使っていますこれはスーパービバンホームで購入しました 軽く洗ってから入れていきますで石組みなんですが三バ玉石を下の方に生化石を上の方にで見栄えよくコストパフォーマンスがいいように設置しています先ほど入れた溶岩石を 石の下の方に押し込んで固定しています形のいい石は上の方に形の悪い石は見えないところに使うように心がけてやっています溶岩石はちょっとろ過を期待しているのと押し込んで石を安定させるために入れてますね 次に赤玉の大粒を入れていきます基本的に細かい粒子だけを落としてそのまま使ってますね大粒が3袋中粒が2袋小粒も2袋使ってます土台の部分をかさ増しは基本的に大粒だけですね ある程度埋めたら次は小川の部分の土台を簡易レイアウトしていきますこの時赤玉で角度を決めていますね前回紹介した溶岩石プレートで小川の部分を作っていきます今回使うのもバスボンドですね 小川の縁の部分は、よくある砂利を使ってますね。最初に縁の部分を作っていって、その後水漏れしないように処理していきます。小川の砂地の部分はバスボンドを塗りたくって、 間を水漏れしないように筆で詰めていって上から川綱をかけるような感じですね。完成した土台をとりあえず仮置きしてどこに接着が必要なのか一度見ます。 この時水漏れがひどいと植物が根腐れする可能性があるので結構気をつけて水漏れを確認します水漏れ対策と完全にこの土台の部分を固定するのにバスボンドを使ってなじませていきます でバスボンドを使ったところに小石を敷いてもう一体感が出るようにしてますねで最後に川砂を流して完全に違和感がなくなるようにしますプラスチックのケースが見えるところも同様に目隠ししますね 結構大雑把にやってもバスボンドと砂利でごまかしが効きますね特に川綱でつなぎ目を埋めるとほとんど分からなくなります固定が終わったら小川の土台の部分の隙間を赤玉で埋めていきます雨が降ってもずれないようにするためですね このプラ舟の奥側にダイソーで売ってる溶岩石プレートで土止めしてかなり高く盛り上げてますね。この時ついでに赤玉の中粒で地面を盛り上げるような感じで地形を作っていってますね。 最後に赤玉の小粒を使ってかなり盛り上げて表面がある程度きれいになるようにしていますこれで立体的な地形を作るような感じですねパンパンに盛り上げたら次はいよいよ植栽ですね まずは一番メインとなるしだれモミジですね。これはホーマックで2000円ぐらいで買いました。これが盆栽になってた紅あしですね。これは結構背が高くなるので奥の方に欲しいなと思って使いました。値段は2000円しなかったと思うんですけどかなり前なので覚えていません。 土を落としてもう根っこを半分にして株分けみたいな感じで植えています次は東海での盆栽ですねちょっとずらして。 奥行きが出るように植えています一個の盆栽に複数立ってるやつだったんでかなり見栄えがいいです次に植えるのが八つふさしもつけですね奥に樹形があって手前に一本の木が立ってるような感じをイメージして植えています からは山野草を植えていきます次に使うのは大文字草ですね岩の近くに植えて沢っぽい感じを出しています次が雪の下ですねこれは株分けさせて2箇所に植えています <laughs> 次に針金みたいな石しですね これを植えてどんどんリアルに仕上げていきます。あと使っているのがツワブキ、黄金シダ、不入り石松、あと時はしのぶですね。あと岩ひばも使ってますね。次に笹を植えるんですけれども。 広がりすぎると困るのでポットのまま植えて広がらないようにしていますこれが不入り石しなんですけれども本当にポットから外して根っこを割って植え付けていますね最後に苔を植えていきます 水場の近くは結構腐りやすいので耐水性が強い苔を使っていますちなみに苔は7種類ぐらい使いました空いてるところに置いていって上から押さえつけて植えるっていう感じですね最後に川面を上からかけてなじませています動画には映ってなかったですけど右下の方にある紅葉してる葉っぱは これがハゼの木ですね。小川の部分にこぼれた赤玉を掃除しています。あとは空いてる部分というか土が見えている部分に苔をどんどん追加していくだけですね。使った苔が山苔、かもじ苔、灰苔、砂苔、杉苔、 細売りごけです、はい、あとは山道っぽく小道が欲しかったので白砂を使って作っていますね上からかけるだけです小川の淵に砂利を使ったので 本当に土が見えてるところところどころに砂利の大きめのものをポンポン置いてなじませています次に水中なんですけれども,もう赤玉をそこに敷いてその上に水草を植えて上から川砂でカバーするような感じですね水草はウォーターコインと あとアクアリウムショップでよく売ってる水中の苔と松梅ですねで松梅を増やして絨毯みたいにしたいんですが違うビオトープからちょっと採取してきたので少なめに植えて広げていきたいと思ってますでこれで水中はとりあえず終わりで赤玉が見えてるところにもう本当に苔をどんどん張っていって おしまいですね本当にコケと盆栽と山野草なんかこれだけあればかなり和風な感じでいいものができると思いますので皆さん頑張ってみてください次回はメダカの導入とあと一応外交なんですけれどもあまりちょっと動画が撮れてなかったので。 ざっくりとした動画になると思うんですけれども上げさせていただこうかと思ってますそれとは別で綺麗なところだけを取ったものも上げようかなとは思ってますご視聴ありがとうございました